ここで総理直近インタビューをお届けしたいと思います。スティールキング号、桑村正明氏でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まず関西1冠目を取りました。お気持ちいかがでしょうか。そうですね、実績的には力を抜けてくれる馬だったので、勝てて優勝してます。今日レース前、何か呼吸をつけて乗りたいとか、そういったイメージは何かありません？移動中は乗りやすい馬なので、追ってからの反応が思ったよりなかったりとか、抜け出しがちょっと遊んでしまったりとかが馬なので、そこら辺はちょっと思いました。実際乗った感じはどうですか？そうですね、やっぱり全体を力強くなるので、ただ見ている感じ、そのチャッサー、非常に強さを感じたのですけれども、桑村騎士自身はどうですか？まあ、2歳児は悔しいレースが続いていたわけなんですけれども、この1冠目、これから始めていきたいですよね。これを力を抜いて、続いて。今、この総力騎手インタビューはですね、トップタイムで、全国で、インターネット、全世界に行われます。ぜひ、桑村騎手から最後、一言、メッセージをお願いします。スピードリング3冠目指して頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。スピードリングの桑村正明でございました。改めて関係者の皆様に盛大な拍手をお願いいたします。以上をもちまして、来年の国際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 国